さて、はい、はい、石原さん、はい、これは東成尾駅ですね、はい、今までとちょっと違いますね。どういう違いがありますか？線路が2つありますね。そうですね、これがまあ島みたいになってて、島式っていうか、この両側に線路があるということは、これ向こう側線というのは単線って分かりますか？単線、1本しか通ってないって。そうですね、ですか、まあ、両方から来たらぶつかっちゃうので、うん、両方こっち行きとこっち行きと両方使ってるから、どこかでこう入れ違うところがこの東成尾。なるほど。さて、はい、石原さん、ここでね、阪神電鉄の唯一の面白い施設がある。何ですかそれは？それはね、あれ見てください、あれですね、あの踏切。駅の中で踏切があるというのは、広い阪神電鉄でもここだけ。あ、ここだけですか？ここだけ。本線とかでもない？どこにもない。だいたいね、阪神電鉄というのは全部高架になってきて、もうぼちぼちね 95% ぐらい高架なんです。踏切自体を見つけるのに難しいけれども、駅の中の踏切はここだけと。でも珍しい。珍しい駅なんですね、ここは。あの、もうこうちょっとね、こう拝みながら向こうを渡らなきゃいけない。そんな拝みながらやるんですか？そうなんですね。